小山ゴルフクラブは、栃木県小山市にあるゴルフ場である。1958年、久保田鉄工株式会社の創業者、久保田健志郎の養子である、久保田徳次郎が、栃木県小山市内の所有の農場33平方メートルと隣接の山林33万平方メートルを合わせて、18ホールのゴルフ場を計画したことに始まる。久保田所有の農地は、 重い川下半の第一一帯は、明治時代は、関林の一部で、明治後期に、関林は砂が元が入手し、砂が農場となった。1944年、砂が農場は久保田農場となった。コース設計を株式会社、大林組の間の定期地に依頼したが、プロゴルファーの安田幸吉と、久保田徳次郎の意見も盛り込まれた。安田幸吉は、中国から引き上げ後、 久保田農場で体を癒し、再起に備えたという。浅見緑造も、復員直後久保田農場にいたという。1960年11月3日、コース造成工事が完成し、18ホール、パー72のゴルフ場が開場された。コースの造成工事は、久保田鉄工の工作機と地元農民の人海戦術によって行われた。芝張りは横一列に並ぶ。 タウエ方式で進められた。アウトコースは、旧久保田庭園を保存したままレイアウトされ、特に7番ホールは35本の桜並木は見事で、その桜吹雪の下でプレーしたいと願って、プロになった金子良平は、人生のほとんどを、小山ゴルフクラブで過ごした。郵便番号323-0014栃木県、小山市大和崎沢線140番地。 ありがとうございます。